今日は焼きおにぎりを作ります。でも普通な焼きおにぎりではない。今日はタイ味な焼きおにぎりを作ります。これは焼きおにぎりプラスアルファです。ご覧ください。熱い。ご飯です。とりあえずご飯をボウルに移します。 It's hot though。 お米は私たちの心です。だから一粒も無駄、一粒を無駄、だから一粒も無駄にしないでください。一粒です。次はご飯に塩をふふふ混ぜます。ふふふふ。味に一番大事なことは職人の手の味です。ご覧ください。わあ、めちゃくちゃ。もしこのナンプレックつけすぎると、ドクターストップまでかかります。ドクターストップかかります。辛いから。もちろん辛いから。口が爆発ぐらい辛くなる。気をつけてください。私のタイ人の友達が教えてくれた。タイ風焼きおにぎり。でも彼が、なんか、もち米で作った。あれは一番美味しいと思います。もち米。スティキーライス。でもこれは美味しいです。これも美味しいです。オッケー。焼きましょう。炭がいい感じになってます。今、おにぎりを焼きます。おお、いい感じになった。もしナンプリック黒いくなった、あれは成功です。いや、おほほほほ。This is good。 楽しみやな。楽しみ。 It's fast too. Then I'm gonna cook the sides a little bit。 はい。おう。オッケー。はい、もう終わりました。もう焼きおにぎりを召し上がり、時間になりました。小腹をすいたよ。外はカリカリ、中はもちもちと思います。はい、じゃあ食べてみよう。うまい。うまい。It's good. Yeah. Really good. Mm-hmm. おいしいよ。食べてみる。あ、ありがとう。お、これおいしい。最高やん。うん。完璧じゃない？うん。Perfect.
Wow, this is good. Yeah. あと一個。わあ。おお、カリカリ、もちもち、辛さはちょろい、塩味はちょろい。雪降ってきた。初雪やね。What do you think of this one, huh? Yeah, これやな。これが焼きおにぎりの正解です。